放送はね、この車のテレビで見ました。そう、ネプチューンさんとのトークのところもあって、すごい嬉しかったです。一生ものですね。いい空よ、そう、いい空よなんですけど、裏話なんですけど、あのいい空よはあの本番でしかやったことなくて、ノリでやっちゃいました。ずっと練習の時やってなかったんですけど、ちょっとねノリでやって、あれはそう。アドリブでやったんですけど、でもね、皆さんがいいって言ってくださって嬉しいです。そう。よく飛んでたって、そう、飛びました。あの浜崎あゆみさんの高音出るのかって思って、そわそわしながら見てたら出てすごかった。ありがとう、はしごちゃんさん。なんかね、そう、頑張りました。そう、今回はね、あの48のもう本当に大先輩なんですけど、松井樹里奈さんと一緒に共演させていただいて、あの審査員として松井樹里奈さんもいらっしゃって、そう、STU の他のメンバー見てます。そうなんですか？嘘、恥ずかしいです。そう、前回のカラオケのやつは、あれです。カラオケのやつは、え、待って、アンナちゃんから今 LINE 来た。アンナまだ見れてないけど、ママがイケオちゃんすごかった、うますぎて言ってたって、今 LINE がここにピンって来ました。嬉しい。そう、アンナちゃんはね、なんかあの出演が決まったって言って、あの公式に出た時も連絡してくれて、連絡してくれて、アンピー、そう、はじごちゃんさん、アンピー好きだよね。知ってます、なんでか知らん、なんでか知ってます、私。そうで、今も連絡くれましたね。公演だったのに今日お疲れ様です、お疲れ様ですよ本当に。なのにね、そんな LINE してくれて優しい。アンピーモバイルでもイケアちゃん応援してます。アンピー好き、アンピーピー、アンピーピー。そう、バードも、4周年のバードも映ってました。アンピーピー優しい。はい、皆さん、ということで、あのちょっと今ね、コメントしてなくて見てくださってる方もいると思うんですけど、池田ゆらと申します。で、みんなツイッター出てますか？ゆらね、さっきツイートしたんですけど、なんか電波が悪すぎてめっちゃ止まってたんですけど、できてないかもしれない、どうしよう。池田ちゃん見てたし、録画もしたって、恥ずかしいんだけど。あ、え、ツイートしてた、ゆら。終わった後に。あ、できてる、よかった。よかったです。
よかった。よかったよかった。なっちゃんも応援してくれたよ。優しいね、みんな優しい。ずいじゅうなさん褒めてたって。そう、ありがたい。ありがたい。まあでもなんか今までなんかない感じのゆらでしたねと思います。どうでしょう。なんかもうね、ほっとしました。私は完全保存版にします。本当にもう一生皆さん録画を消さないように。今モノマネみたいな、芸人の方々のモノマネです。初見の方ありがとうございます。温かい目でって言うから微妙かと思ったらよかったよ。ありがとうございます。ありがとう。いやもうなんか緊張しすぎてて、なんかあの日の記憶が、そう、あの自分の歌ったところの歌ってる時の記憶ってもうなんかもうほぼないというか、音がすごい出てたよ。ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。ちょっとあんまりね、ゆらは高音キャラというのではないんですけど高音キャラではないんですけど、ちょっと皆さん、まあ新しいね感じを見せたかなと思います。あれで緊張してるのってめっちゃ緊張してますよ。だってあのスタンバイ前のさ、あのなんかところがちっちゃくね、こういうところで流れてたんですけど、そこでねめっちゃあの紙を見てたんですよ。ずっともう歌詞とかずっと見て、そう、今週土曜日誕生日の浜崎あゆみさんのモノマネと、でも浜崎あゆみさんを多分皆さんがゆらが選んだ選曲めっちゃ意外って思ったと思うんですけど、なんかもともとそう髪写ってた。そう、かなり意外でした。そうなんですよ、あの結構あの好きで、その浜崎あゆみさんの曲なんかゆらが聴いてるイメージは多分ないと思うんですけど、なんか曲がすごく好きで、あのお仕事の移動中とかの、例えば新幹線だったりとかバスとかでも聞きます。そう、好きな曲なので選んだっていうのもあるかもしれないですね。ね、ないよね、イメージが。ゆらがあんまりさ、こういう曲を聴くっていうのあんま言わないからさ、48以外で、なので意外だったと思うんですけど、でもね歌詞とかがすごい好きなんですよ。歌詞とかがすごい好きなので、よく聴いてます。なのですごい歌えて嬉しかったです。
これから移動中に聴く曲とかも多めで、あ、え、いけるのかな、なんか他のアーティストさんでもなんか引っかかるのかなと思ってあんま言ってないんですけど、でも浜崎あゆみさん聴きますね、結構頑張るぞっていう時によく聴いてます。でも皆さん池田優良を覚えていただけると嬉しいです。そして今回の STU48 の、ね、7枚目シングルが10月20日に発売されるんですけれども、ヘタレたちよっていうあの曲が発売されまして、そのカップリング曲 CD のカップリング曲劇場版であの私のソロ曲があの今回カップリングとして入れていただいているので、やばい題名言いそうだったあ、みなみからも LINE 来たみなみからも LINE 来た、モノマネ見たって来た、友達からも来とったってやばい、いやーみんな優しい。そうなので皆さんぜひ劇場版をあのゲットしてください。そして劇場版はあのオンラインお話し会っていうね、メンバーとお話しできるものを申し込むと届くので、劇場版が何枚もなのでぜひ、もう今回皆さんのお家にたくさん届く CD はあの私のソロ曲がもう全部入ってますのでよろしくお願いします。ちょっとランキングごめんなさい、ちょっと今日は読めないかもしれない、ちょっとまあまあスクショしといて、ランキングない、やばい、これスクショしたら絶対終わるやつですね。皆さん覚えてください、よろしくお願いします。池田ゆらです、池田ゆらと申します。ちょっとランキング読めないので後でスクショして明日絶対読みます。ちょっと今日は喋って終わりたいと思います。絶対明日読むので皆さん言ってください、明日の配信の時に。はい、ということでちょっと今からみんなのコメントを読みたいと思います、いっぱいね、もう本当にこんな機会はすごい嬉しいんですけど、また明日改めてショールームちゃんとお家で配信するのでゆっくり話したいと思います。あ、そう、この後深夜にあのクラコンという番組に出演させていただきます。ぜひそちらも見てください。あ、ありがとう、0時25分から0時25分から放送です。また明日モノマネグランプリのあのこととかはね話したいと思います、ショールームで。なのでそこで皆さんぜひお話しましょうね。クラコン見てください。あのそこでは多分歌ってないと思うのできっとモノマネとか多分してないと思うんできっとね、いやわかんないな、今日は今回のやつはわかんないですね、ちょっとモノマネチックなものもあるかもないかもって感じなので見てください、よろしくお願いします。では終わります、おやすみなさい、バイバイ、クラコンも見てください、ありがとうございました。あ、ゆら歌にランキング送っておいてありがとう、おやすみなさい、バイバイ、バイバイ。